左手小指の骨折から復帰し本格的な練習はまだ10日前後。そんな田村選手が秋季キャンプの紅白戦で早速結果を出していたよ。やはり何か持っておるな。2番ライトでスタメン出場すると、3打席目で右中間を破るツーベース。田村選手も、1打席目からしっかりと触れていた。前の打席では見逃し三振だったから取り返したかった。と納得いくスイングはできている様子。シーズンは悔しい形で終わってしまった。手応えを感じた部分もあったし、そこを伸ばしたい。と秋季キャンプでの目標を話していたよ。盛り立ち前の活躍に期待感が増しておるしな。楽しみじゃわい。激化するが野手争いを勝ち抜けるのか、新井監督が言うように来季はもう始まってるんだよね。ということで、田村選手実戦復帰のお話でした。